はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました、 K の大冒険です。ってなわけでね、今回も、ベイブレードバースやっていきたいと思います。今回はね、なんだっけ、今日発売の、あれ今日何時だっけ、今手元にカレンダーが、あれいつだっけな、まあいいや、とりあえず発売したので、ヨルムンガンドと、ソードランチャーブルーを購入してきました。こちらですね、これと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 これ買ってきましたね、これだけの開封動画じゃなくて、まあ一応開封はこれ1個だけします。で、特別に、こちら、じゃあもう今開けちゃおうか、雑に開きますね、いきます。あー、外寒かったな。でもね、いい感じのいい天気だったんですけど、風が冷たかったねよいしょ、シール見えないんだよね。あ、見えちゃった。あれ、これ何色だっけ、ネプチューンだよね、何色のネプチューン、何色だ、あー、紫の方か、白ネプが欲しかったんだよね。てかシール見えちゃったの痛いな、白ネプか、あ、白ネプじゃねえや、紫ネプチューンです。一番引きたくないもの引いちゃったかな。おいしょー、ほい、まあシール出ちゃったんで、お、あれ白じゃん、あ、白なんだ、やった、よかった、よかった、やった。ってことは、おお、これは引きがいいな、よかったよかった。俺今すごい落ち込んでたんだけどあー、紫かーと思ってね、したら、うおー、やった、これは嬉しい、欲しかったものが手に入りました、よかったです。というわけでね、じゃあ早速すいませんね、遅れまして、開けてきます。これってコードどこにあるんだろう、普通に開けちゃっていいのかな、ビリッとやって、もしコードがビリッとなったらちょっと悲しいんですよね。でもここら辺ビリッとやってり、もう大丈夫だよね。あ、やっぱここにコードついてた、あぶねー、上からバリッとやってよかった。よし、ほら残ってる、じゃーん、うおー、ってか俺初めてユルムさん手にしたんだよね、誰かさんが取るからよマジでシンボルカラーの青だったのに、よいしょ。でしかも このレイヤー丸みがね、結構出ていてですね、持久力がなかなかあるんですよね、結構長く回る。そして今回新しい、ドライバーかな、おいしょ、開かねえな、よいしょ、おお、なかなかこれあれだね、ちょっと似てるね、うわ、シール少な、なんすだっけなんかこれに似てるね、これね、これに似てますね、少し、まあ形状的には。でもこれまあ本音は隠しておこうか、まあとりあえず、ああ、ロックはホーリーホルスードとほぼ変わらない感じ。じゃあせっかくなんだね、こいつと戦わせていこうか。で、ソードランチャーで、ちなみにこれね、で、ソードランチャー開けまーす、おいしょ。いやー、人生初のソードランチャーを殺すっていうね、手に取る前に、うわ、すげえ、おお、これはこれはかっこいいですね。へえ、あとソードランチャーのシールあるんだよな、確か俺、いや楽しみだこれで。俺の愛用シューター、あれ、てか他に見せたっけ、いろいろ買ってきたよって、こういうのも買ってきたんだよね。で、あとこれも買ってきましたいろいろね。へえ、でもソードランチャーってなんかあれだね、なんか他につけるものがないんですね。へえ、お初お初。じゃあちょっとね、愛用のロングワインダーのね、あ、ロングワインダーじゃねえ、これをスピードランチャーを取ってこっちにつけます。おお、完成。よし、じゃあ一回
一回普通にじゃあヨルムさん回してみようか。うわ色綺麗だな。うお持ちやすい持ちやすい。3、2、1、ゴー。待ってごめんねごめんね、初のシュートがこれ初の騒動ランチャーで初のヨルムさんが場外いや初めて打つからさ。3、2、1、ゴー。これ難しいね。え待って音すごいな、難しい。ちょっと軽く弾くね。これめっちゃ弾きやすいじゃん。右手がブレちゃう、強すぎて。待って毛がある。まったくおちびの毛はね、何回コロコロしても、ね、出てくるんですよ。おおいい感じに回るね。じゃあどうすっかな。まあとりあえず普通にこいつと戦わせたいと思います。ちなみに下回ってんのかな。おーすげえ、触ると止まる下のやつが。面白いですね。あそうだ、タイム測ろう。タイム会いたい会いたい気持ちを抑えられない。タイム測りましょうか。じゃあ今手元にね、iPhone があるので、こちらでタイム測っていきましょう。よいしょ。タイマー。タイマー違うな。ストップウォッチ。これでいいかな。見えてるかな。じゃあ早速ね、回していきたいと思います。全力シュート入るか否か。3、2、1、ゴー。というわけでこれで何秒いくかって感じですね。じゃあその間に他のちょっと開封しておこうか。でこういうの開封して今のうちにいろいろカスタマイズしておきます。あれなんかグラスいてんな。あれ俺のシュート悪かった、うそん。まあそのうち落ち着くでしょ。でこれを外したいんだわな。これどうやって外すの。あーあーあーそういうこと。こういう時はウルトラマンガイア、あ違うな。泣かなくて声にならない、せめて夢でいい君に会う。え何開け方がおかしいって。いやいやいや、テコの原理どうすっかな、どこにどうつけよう。うん、会いたい会いたい気持ちを抑えられない。おー入るね。おほへえ。おっ1分25秒。へえ、いや意外と回りますね、思った以上に。1分10秒あたりかなって思ったんですけど。いやー、てかソードランチャーいいね、これめっちゃ強くなるわ。俺これ使ってる相手と今まで戦ってたんだ。俺よく耐えたもんだそれほど引きがすごい。1分25秒回りました。ではそれとね、白ネプ無改造で戦わせていきたいと思います。じゃあ最初ヨルムさん待って、スピード、ね、普通にポンポン回すときってね、結構ね、シャッてしまうじゃん。あ、そうだ、そうだ、これじゃなくて、せっかくのソードランチャー使いますけど、これと、ソードランチャーと、じゃあこいつでいっか。なんか未完成の改造。ここ邪魔だな。ここ邪魔だな。よいしょ。お、ごめんごめん。どうしようかな、どこにくっつけようかな。悩みどこですね。まあちょっと今後改造していこうと思います。いや楽しいな、ベイブレードって。じゃあとりあえずね、よいしょ、回していきます。3、2、1、ゴー。うわ強っ、瞬殺じゃん。2ロック。てか白ネプかっこよすぎるうわー、堂々と回ってやがる。見てこれ、俺今ここ掴んだの。ちょっと待って、かっこ、え、たったのワンロック、え、
ヨルムさんやっぱ強いよ。なんだよこのロック、意外と硬い、いや硬いというかさ、思った以上に硬かった。ホルスよりちょっと硬いくらい、ホルスよりね、ホルスより気持ち硬いかなってくらい。いや白ニプが瞬殺されると思ってなかった。じゃあ3ポイント制マッチでいきましょうか。3、2、1、ゴー。迫力満点ですね。これまたシュートシューター、うん、まあ何でもない。噛んだ。あと鼻水が出る。どうしようこれ。へえ。いやこれ意外といいかもしんないね。同点。で今のところヨルムさんが1ポイントです。いやかっこいいなヨルムさん。使いてー。なんで俺が使えねえかと言いますと、レッドデビルさんが使ってるので使えないんですよね。え。いやこれ普通に強いでしょう。ね、このアッパー形状っていうの、斜めの。いやー俺こんなの今まで相手にしてたんだけど、どうしようかな。どうしようかな。まあいいや、いきます。3、2、1、ゴー。あーごめんごめん、あーやっちゃった。いやー使いてー、超使いてー。何このロック、なんかやってるうちにどんどん硬くなってきた気がするんだけど、気のせいかな。3、2、1、ゴー。これシュート難しいね。ラッシュシュート成功したのにヨルムさん崩れない。おお、防御勝ち。すごい。ヨルムすごい。ノーロック。ああ、ツーロック？ツーロックですね。いや、いい感じにラッシュできたんでね。へえ、今のところヨルムさんが2ポイント。で、白ネープが0ポイントです。いきます。3、2、1、ゴー。おお、見せた、白ネープ。うるさいなバカチン。ワンロック、ツーロック。ほう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 。いいね。2対1。なかなかいい感じになってきてますね。白ネプがもしこれでヨルムさんをバーストしたらヨルムさん負けです。よいしょ。いや楽しいベイブレード。3、あ、うわ、おちびの爪が。おちびの爪がなんで今飛んできた。3、2、1、ゴー。いやソード難しい。ブレるブレるブレるわブレるわ本当に。へえ、なかなか難しいですね。でもねソードランチャー使いこなしたら絶対強いんでね。いやーこんな重いシュート初めてだもん。言います。3、2、1、ゴー。よし来た。あーやっちゃった。嘘でしょ。これちょっともう一回いいですか。ちょっとこれはね、じゃあのしっかり戦ってないんでね。いやじゃあかっこいい取り方いこうか。これ絶対できるよね、かっこいい取り方。でもね動画一本にね、ネタをつぎ込むとね他の人にパクられちゃうんだよね。タイトルが違うやつだよね。3、2、1、ゴー。おーすげー耐えた、プロペラの部分で。あーごめん、大丈夫、ヨルムさんならこんなもんへっちゃらでしょ。へっちゃらすぎるだろお前。ちょっと頑張って、かっこよく撮りたい。かっこよく撮る方法ちょっと今からやろう。とりあえずヨルムさんの勝ちです。今ちゃんとねスタジアムに入ってワンパンで一撃でね外に出てしまったので、ヨルムさんの圧勝勝ち、3対0ですね。これかっこいい取り方できるよ。ここでつまめば、回った、ここでつまんだら、回ったまま取れるんですよ。ちょっとやりたいな。いや、下ネタじゃないよ、今のは。どうやればいいんだろう。待って、ソードランチャーめっちゃ威力あって、ちょっと手が触れるんだけど。じゃあちょっとこいつでいこうか。
あーこっちの方がやっぱ落ち着く。いやーできねえな。ちょっと待ってね、こうカットになってるかもしれないけど、ちょっと落ち着いてから撮ります。きた、見ましたか今の。できたできた、やっぱりねできると思ったんだよ。これかっこいいね、この撮り方できたらかっこいいよ。あーちょっと難しいね。でもこれ多分みんなやってるかな。どうぞ、どうだろう、3、2、1、5。おー難しい難しい。でもこれかっこいいぞ、できたら、できたらかっこいいぞみんな。落ち着いて、そうです。難しいな。でもできないことはないね。むずこう取れるかな。ちょっと一回やってみるか、いろいろ試そう。もう試し動画だよ。あー難しい、超むずい。いくよ、きた。で、見ました、今の。ここを持つことによって上は回転したまんまなんで。へえ。というわけで、ヨルムさん開封動画ということで、今回皆さん長々とお付き合いいただき誠にありがとうございました。ヨルムさんね、ロックなかなかいいと思います。はい、弱くはないですね、全然。うん、普通のロック、普通のロックにちょい型かなっていう感じ。うん、ロックがまあここら辺で、ここが真ん中ね、でこっちが強い、あ、こっちが硬い、こっちが弱いだと、ん、こっちが緩いだとすると、ロックがここら辺、わかるかな。俺の説明下手かな。まあそんな感じです。ヨルムさんね、形の形状がとてもまるで、持久があり防御力もあり、しかもカウンターができやすいね、この斜めのこの感じ、まあドライガーみたいな感じ、言ってしまえば現代のドライガーって感じですね、形的には。はい、というわけで、ヨルムさん最高にかっこよく強いです。皆さんよかったら買ってみていかがでしょうか。それでは、これからもね、ご視聴の方よろしくお願いいたします。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあねー。